んばんは。2017年9月1日4時9分です。朝の4時9分です。おはようございます。おはよう。ドライブデート中でございます。安心でってね。どうも。はい、ネズミさんこんばんは。いや今日風めっちゃ気持ちいいよ。風がめっちゃ気持ちいい。こんばんは皆さん。明るくなってきた。早い。どうも。眠れないのかい？お、カズいらっしゃい。今日は年に1回あるかないかの超気持ち、風が気持ちいい日だから、のんちゃんにわがまま言ってデートに連れてってって言ったらね、のんちゃんに連れてってくれたんだよね。のんちゃんにわがまま言って今遠出してる。のんちゃんが連れてってくれた。カズは眠れないの？この時間に起きてて大丈夫？カズ、おーバーガーありがとう。最近っていうかね、東京は昨日からのね31日の夜にすっげーいい風が吹いてて、俺この風が大好きなんだよね。なんていうんだ、季節の変わり目に吹く風大好き。ヒゲ生えてきたよ。カトランワード2。カトラン、あれだね、ドレさんのところいたね、さっきまで。来てくれてありがとう、ワドツ。なんか引き当てさんのことだよね、多分。でもね、気持ちわからなくはないかな。ドレさんと引き当てさんのことについては。やっぱりね、信頼してるリスナーさんが離れちゃうとね、やっぱ聞くんだよ、配信者は。それが何より聞くから、ドレさんの、その引き当てさんの件は心中お察しするよね。早く寝すぎて起きちゃった。あ、そうだったんだ。おはよう。外超気持ちいいよ、東京は。今日は最高。ハートプレゼントありがとう、ブースカさん。ありがとう。僕は今デートなおです。今日風やばいよね。なんかあと肌寒いぐらいなんだよ本当に。今日は革ジャン着てもいいぐらいだったね。ほんとグッと寒くなった。いいですよ、風が気持ちいい。なんとも言えない。これでも3日ぐらいしか続かないんだよな、この風って。この風が大好きなの俺。あの春一番とかもテンション上がるし、風がビューって吹く日がすごい好きで、配信だとねバホ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 言っちゃうからあんまり良くないんだけど、風が気持ちいいよ今日は。ワドちゃんはずっと配信してるみたいだけど寝てる？俺寝るよ全然。睡眠だけはちゃんと取るようにしてる。あの睡眠障害抱えてるし、睡眠うまく取らないと本当に心の調子が悪くなっちゃうから、あの普通の人みたいにはさできないけど、やっぱりその起きてる時間頑張って一生懸命やって睡眠はちゃんと取るっていうのが俺の生き方かな。やっぱね眠るのを怠ったりするとね、知らず知らずにストレスかかるから、あの心が病んじゃうんだよね。だから睡眠ちゃんと取れるようになってからは病まなくなったかもしれない。睡眠障害に結構苦しんでたからね。やっぱ睡眠障害持ってたら配信業とかしかないよね。ちょっと怖い決断だったけど、配信業になってよかったなと思ってるよ。この仕事選んで正解だったなと思ってる。やっぱりさ、なかなか理解されないじゃん、なんで決まった時間に起きれないのって。
言われても俺が一番思ってるんだよ。いやなんで俺って決まった時間に起きれないんだろうって。で目覚ましこれ本当だけど、小学生の頃とかもう目覚まし買いすぎてて家にね目覚まし時計7個ぐらい持ってたのよ。で7個全部無意識に止めちゃうんだよね。いやそれくらいダメなんだよ。だからね、もう治る治らないとかいう次元じゃないの。本当に障害なんだよ。ひどい人だと。じゃあそうするとやっぱ決まった時間に起きられないから、もうこれはね甘えとかそういうレベルじゃない。もう自分なりにこれはなんか自分に合う仕事見つけていかないとダメだっていうのはずっと悩みだったから、配信選んでよかったね。サメちゃんに怒られたりね、わからない人に言われると辛いよな。でも俺ね、サメ島さんに関してはあんまり、あの人はもうプロだから、なんて言うんだろう、サメ島さんは俺はなんつうんだろう、逆にあれは喝を入れたというかエールを送ってるだけだと思ってて、そんなにサメさんに対してはぶっちゃけた話なんか聞いたりはしてないの。あの人はなんつうんだろう、後輩の可愛がり方ああいう感じだから、うん、ただ俺はちょっと昔のサメさんの感じが好きだったけどね。テルとかを可愛がってたりとか、あのアメリカ人可愛がってたりとか、ちょっとニコ生のノリに戻ってるから、その荒らして盛り上げるっていうかさ。でもね、リスナーさんに言われるのは 腹立つっていうかね、あの信じてる人にね、そのなんつうんだろう、いきなりねブッチしたりとかね、いきなりその理由を告げずにね、なんかもう見ませんとか縁切りますとか言わなくていいじゃん。そのままそーっと去っていけばいいのにね、なんか遺恨を残す形でね去っていく人がいるからね、それは気持ちわかるね。睡眠障害大変だよね、リカちゃんね。風船10個ありがとう。そうそう、だからまあ俺の場合うまくね障害と向き合えたから良かったなと思ってるけど、なかなかね病気のレベルにまで行くとやっぱ大変よ。それが癖とかだったらあれなんだけど、睡眠薬飲んでも何やってもダメだからね。だから決まった時間にスパッと起きるような何かがあったら本当いいなと思うんだけど。地球に住むのあってねえんじゃねえかなとか思ったけどね。あ、行かないでって止めてほしいんだろうね。だけどもうその時点でダメなんだよ。ほら俺は全くその通りなんだよ、カズの言う通りで。君がいないとダメだよ、僕やってけないよって言ってほしいんだけど、それってそういう言葉を吐くのっていうのは、ほら俺自己啓発とかずっとやってるから、自分が他人に依存するっていうことがよく分かってんの。それ共依存っていうんだけど、お互いがお互い依存していく関係なんだよ。でもね、それはね、一人の大人としてやっぱり良くないのよ。それって絶対言っちゃいけないことなの。俺はだから花火を支援されたりとか、会いに来てステッカー買ってもらったりとか、そういう 縁とかご恩っていうのは一生忘れないと思ってんの、どんなにひどいことをされても。それはさ、やっぱりその俺の放送を支えてくれたことは事実じゃん。そう。だけど、そのいきなりこんな人だと思いませんでした、最低ですとか、そういうのはね、あんまり気持ちが良くないよね。やっぱり去る時は黙って去るべきだよ。パフェありがとうカズ。そう、放送応援してもらったのは事実だけどさ、俺も俺でさ、そのダラダラやってたわけじゃなくて、やっぱり放送を盛り上げようと思ったりとかさ、みんなに楽しんでもらおうっていうのでウィンウィンの関係だと思ってるから、だからじゃあその応援してたことを感謝してねえのか。いや感謝してますよって。トイレ行く？ん？どうした？あ、いや休憩。そう、ひげ伸びてきた。田中さんいらっしゃい。まだ開けていい？うん。だからさ、やっぱりね、その例えば理由も告げず、なんか最低ですとか、そういうなんか、しかもそれを裏で LINE とかでやられるとね、やっぱね傷つくよ、人間だから。でもまあそれはしょうがないんだけどね、いろんな多面性を見てもらうわけじゃん。だからなんつうんだろう、この人はこういう人に違いないっていう思い込みがそういうズレを生むんだと思ってんの。でもさ、配信者なんてさ、そのあ、いいよ撮るよ。配信者なんかやってるやつなんかさ、まともじゃねえんだからさ、そんななんつうの、いいところもダメなところも人間だからあるわけじゃん絶対。それを含めて好きかどうかっていう、
っぱり長く見てもらうのが一番いいと思うよ。3年も4年も見てたらさ、それはなんつうの、今いる人なんか特になんつうんだろう、もう俺のクズさも含めて愛してもらってるから、どの面で人を接するかっていうのは俺らは選べないんだよ。そこをね、理解してほしい、リスナーさんに。俺らはたださらけ出していくだけじゃん。そうそう。で、その、なんつうんだろう、極端なことを言ったら、一人語りをずっと見せてるわけだから、なんつうんだろう、その人の嫌いな部分があったら、やっぱりそのブラウザバックしてもらうしかないんだよね。好きならうだうだ言わずに見ろやって感じ。いや、だから好きなら見る、嫌いなら見ないっていうシンプルな世界だから、それをなんかこう引き止めてもらおうっていうのは無理なのよ。その人だけ、例えば過疎配信者だったらできるよ、行かないでよって。だけどさ、常時200人以上、もちろんもちろん常時200人以上さ、人がいるわけよ。で、その一人一人にやっぱ構っていくわけにはいかないよね。やっぱり限られた時間の中で最大限さ、頑張っていかないといけないわけだから難しい。だからその配信者は配信者の気持ちわかるのよ。そのある程度のレベルまでいったら、例えば俺は200人ぐらいの配信者の気持ちだったらわかるし、あと500人とかね、経験があるから。ただ金梅さんの気持ちとかわかんないよ、鮫島さんとか1000人単位で見る人の気持ちはわかんないけど、その経験したことはわかるよ。あ、今こんな感じだよねっていう、結構答えるよ。いつも言ってるけど、囲いとアンチは一緒ね。囲いとアンチは一緒、ファンじゃない。でもそれがよくわかるでしょ、俺の放送を見てると。囲いとアンチは全然一緒の性質だっていうのが。だからね、囲いも信用したらダメなんだよ。囲いっていうのは良くない。ファンを作る、ファンを作るのが一番大事なんだよ、配信は。純粋にその人が好きかどうかね。長い目で見たら離れる人は離れるし、ずっと見てくれる人はずっと見てくれるんだもん。で、どっちを大事にしますかって言ったら、ずっと見てくれる人でしょ。冷静に考えて、見ないって言ってるやつほど潜って見てる。そう、知ってる知ってる、もう長いもん、あとは別アカでコメントするとかね。で、別アカで誰々さんのことどう思ってるんですかって自分のこと聞くもんなのよ。そういう世界の。やっぱりね、大人だから、その、なんだろう。じゃあ、その、俺がね、行かないでよって言ったら花火あげるのかって言ったら、そうでもないわけじゃん。誰しもが、リスナーさんの誰しもがやっぱ好きな人に特別だと思ってもらいたいわけじゃん。君がいないとダメだよって言ってもらいたいっていうのはエゴイズムなんだよ。言ってもらいたい感覚がわからないって言ってるわけじゃないよ。うん、釈迦はね、全部今1ヶ月に1回そのなんだ、カゴをきれいにしてお風呂でバシャーって洗って、今日イケボ枠して心折れました、ワドツです。ああ、君もイケボやっぱり寝配信来たのかい。じゃあ今度寝配信コラボやろうよ、添い寝配信コラボ、ねえ乗ってんまいや。はいどうしたのそれ。コンセントある。コンセントある、いいよ、大丈夫だよ。あ、そうなんだ。USB つくの？いいよ、いいよ、大丈夫だよ。こっちあるから。でも結構イケボ枠、俺楽しんでるけどね。なんかイケボ枠なはずだったのに、なんか知んないけど、俺の場合ファンタジー枠になんかシフトしていったんだよ。新しいジャンルを作ったんだよね。長島ドレさん、ドレシゲさん。長島ドレシゲさん、バカ、付箋ありがとう。本来はイケボって添い寝でエロい感じにしていかないといけないのに、なんかファンタジー要素が強くなっていって、ちょっと俺の枠はちょっと暴走してるかな。
でもね、ソイネ配信者同士のソイネバトルっていう企画面白くない？二人ともラブホのベッドで寝て、おい、いつまで俺のこと見てんだよって。辰彦眩しいよ、っつって。ニビル星人いらっしゃい。お前の声聞いてると、心臓がドキドキするんだよ、つって。BL 枠。BL 枠だね。ちょっと面白いな。それ辰彦とやりたいな。ラブホのベッドの上で。いらないならもらっちゃうよ。何がいらないならもらっちゃうの、うん、みんなキラコメあるのに僕だけディスコメしかなかった。いや、ブロック入れてんだよ。あのだから閲覧少ないんだよ、あいつらは。徹底して囲いだけを、そのなんつうの、囲い込むってやり方だから、だから20人ぐらいのガチ囲いしかいらない。そんな映画、R18 ついにあのブルーマウンテンがラバラを下したかんね。アイラを5位に落としたかんね。青山今オーマイリルが、行くじゃん、行くじゃん。いいや、俺今どこ行ってんの。うん、旅に出てる。のんちゃんとデートね。えのんちゃん、旅配信、旅配信だよね。プチ旅行だよね、うん、ラウンドバーンとかラウンドバーン行ったことあったっけ俺ら。ないよね。風船ありがとう、ドレシゲさん。まあドレさんもすっかり大手だもんな。最近閲覧落ちてきたよね。落ち着いてきた。そろそろ200安定ぐらいになると思うけどね。バブルは終わりそうだよね。ラウンドワンとかね、昔そういうの行きまくってたけど行かなくなったよな。年だね。温泉いいね、ニビル星人いいね。そういうの温泉いいね。でもね、やっぱりね、配信者はね、やっぱ昔よくコメント書いてたくれてた人がいなくなると寂しいんだよ。あの子今何してるかなっていうのはあるの、あるんだよ。言わないだけであるの。ただなんで言わないかっていうのはみんなに対する愛で、それを言ったらみんなが傷つくでしょ。今見てる人が大事なの。今見てる人が、じゃあ俺が誰々くん元気かな、誰々ちゃん元気かなって言ったらさ、今見てる人に失礼じゃん。でしょ。だから言わないの。心の中に秘めてるだけなの。もしね、それを言ってもらいたいんだったら今リアルタイムで見なさいってことでしょ。それが大人だよ。応援ってそういうことだもん。日帰りできる距離が安心。そうだね、うん、そう、見てないのに構ってほしいっていうのは欲だよ。おはよう、ミリカ、おはよう。いろんな人といろんな歴史があって今ここに俺が立ってるわけだから、配信会に関わった全ての経験が今を作ってるわけだからさ、別にないがしろにしろとは思わないよ。ただ嫌いなら見るなっていう、うん、好きな時だけ見なさいって。難しいよねそこは。でもね、あの和道リスナーならそれを覚えておいてほしいね。そう、ドライですよ僕は。去る者は追わない、来る者は拒まない。それが俺のやり方。全ての扉をガンガンに開いてるからね、閉めないからね出入り自由だから。風通しがいいぜ俺の放送は。まああとね、その猿っていうのはね、その一生応援しますとか軽々しく言う人とかいるけど、俺からするとね、そんなね、安っぽい言葉よりもね、毎日見てくれてる人をやっぱり大事にしたいと思うよ。そんなね、こと言ってね、そういうこと言っても見ないもんは見ないんだよ。そう。
で結局見なかった時にね、ああその程度だったんだって、この人の発言ってこの程度のものだったんだって、応援してますよってそういうことなんだって思っちゃうの。だからね、応援してますとか軽々しく言わないことね。諦めるのは簡単だぜ、ガンガン前、人生一回。そう、諦めるっていうことはないけどね、うん、自分が手に入れたいもんは追っかけるもんが男だと思ってるから。そうね、前に前に進んでいきたいよね。よっさんが趣味で配信する時代は終わったっていうなら、さるやつでも囲い込んで花火投げさせるべきなのかな。いや違う違う、配信で趣味でやるのっていうのはシステムが変わったっていうことを指してる言葉だから、全員に花火投げろっていうのは物理的に不可能なんだよ。やっぱりそう、無料で見てもらってある程度信頼関係ができて、応援したい、この人の放送を支えよう、それで花火を投げるもんなんだよ。だからやっぱりその風通しを良くして無料で見てもらうっていうのは大事なことだと思うよ、うん、みんながみんな有料放送でやるっていうのはさ、有名な芸能人とかが有料放送でやるならわかるのよ。もうこの人はもう安心感があると、金払ってでも価値があるっていう風に担保されてるようなもんじゃん、そのトークを。でも俺らっていうのはさ、やっぱ4年しかやってないわけよ、例えば俺で言ったら。そうで4年見て有料じゃないとやりませんって言ったらさ、間口が狭くなっちゃうから、やっぱりまだまだ新しい人に見てもらってさ、もっともっとフォロワーさん増やさないとそういうことはできないよね。だから俺は別に無料で見てもらって全然いいと思うよ。ナーボーが閲覧の中の一人は大事って言ってた、たとえ支援しなくても閲覧多いだけで。そう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 、そういうこと。閲覧見ることも応援、コメント書くことはもっといい応援、フォローすることがさらにいい応援で、その上にアイテムっていう概念があるのよ。そうだから見るところからスタートしてるからね、見ることは応援なんだよ。だ見てもらえなかったらただのゴミだからね俺らは。だ見てもらって初めて応援だよ、そっからスタート。ただ見てね、害を与える人、だんだんその閲覧がたまるようになってくると、その見てね、どうでもいいやつ、邪魔するやつっていうのが出てくるから、そういうのはただの害悪だからブロックだよね。見てる人が不快になるようなコメントする人もいるから、時代はふわっちが変えたんだよね。ニコ生のチャンネルがうまくいかなかったんだ、あれ全開放してたら、みんな稼げるようにしてたら時代変わってたと思うけど、ゴミゴミ。ビビる星人はちゃんと俺の話聞いてないのよ。俺の放送を見てみんなの害を与えるコメントを書くやつはゴミって言ってんのよ。ただ見てる人がゴミって言ってないよ。見てて邪魔なコメントを書く、要はブロックされるようなやつはゴミですよ。言い過ぎじゃない、ゴミです僕にとっては。そりゃそうでしょ、だって公共なんだから。みんなで楽しんでるところで一人だけさ、わけわかんないこと言ってるやつは邪魔でしょ。うちの放送に入れませんよってなるわけだから。で、人の生き方っていうのは、俺は他人は変えられないっていう価値観なのよ。和道さんはふわっちに来て儲かったの？俺はふわっちに来てから生活保護抜けてこれだけで食っていけるようになったよ。とりあえずご飯は食べてる。見てる俺たちもゴミくずさって思ってる。まあまあまあ、なんだろう、要はね、自分がゴミだっていう自覚がないやつが立ち悪いんだよね。そう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 、俺は見てる人には感謝してるよ。ロムセンさんも普通に応援してる。ただその荒らす人っていうのはダメよっていうこと。ラーメンすってたのか。他人は変えられないじゃん。だからお前はこうやって生きるべきだ、お前はこういうコメントすべきだっていうのは俺言わないのよ。まあ自分の発言には責任持てよって。そう、ネットだからって何書いてもいいと思ってるんだろうけど、実は心の、自分が唱える言葉ってあるじゃん。それって心の檻みたいに溜まっていくもんなのよ。心にどん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 傷をつけてるの、自分の。だからね、普段の生活で使っちゃうんだよ、そういう言葉を。普段書いてるコメントって、そういうね、心が歪んじゃうことをやると自分に良くないよって、全部返ってくるよって。
俺はね、その仏教からそれを学んでるから、だからその自分の考えることとか、あの喋る発言っていうのは常に整理していかないとダメだと思うよ。特に配信者なんかね、人様に監視されてるような状態なんだから、自分がどういうことを言ってどういうことをやってるのかっていうのを自覚を持ちながら配信するのはすごく大事だよね。で、まあそれを自覚を持った上でやって、それが嫌いだっていう人はもうしょうがないよ。それはもう嫌いなもんは嫌いなんだもん。逆に今まで配信ノーマネでしたとかすごいよね。これからはノーギャラのシステムとかなくなりそう。俺も同意見かな。俺はだからそう4年前配信っていうものを見たことがなくて、初め配信者、普通リスナーから配信者になるけど配信者が先だったのよ。で俺はびっくりした。なんでこんなに人が集まれるシステムなのに金を回さないシステムになってんだろう、運営だけが儲かるシステムになってるのおかしいよっていうのはずっと唱えてたの、ニコ生で。だからふわっち来た時はもう大賛成だったよね。あ、ふわっちだと思って。まあだから今の結果になるのは結構見えてたよね、ふわっちがこうやって盛り上がってくるっていうのは。やってて思った。ひなさんいらっしゃい。ストレスをアンチコメにしてんだよ。そう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 、そういうこと、そういうこと。ふざけたアンチコメっていうか、冗談はいいと思うの。信頼関係ができて、ワード、おい、もう詐欺すんなよ、とかは愛情があると思うの。要は、俺がさせねえよ、詐欺なんて、って言ったらかっこいいじゃん。だけど、その、おい、詐欺師、つって、いきなり知りもしない、名前も知らない、会ったこともない人に、おい、おめえ詐欺で前科持ってるらしいな、クズがって、ねえ、唾吐きかけられるようなもんじゃん。そんなん知らないよって。お前と俺は関わる気ないよってなるでしょ。だからそこに愛情とリスペクトがあるかどうかなんだよ。愛情とリスペクトがないやつと絡んだって何にもなんないんだから、お互い損するだけで、そいつの人生が鬱憤溜まっててうだつが上がらなかろうが、友達できなかろうが、恋人できなかろうが、それはそいつの生き方の問題だから、他人を蔑ましても何にも変わらない。だったら放送見てるんだからさ、楽しく過ごそうとかさ、明日仕事するためにリラックスして過ごそう、好きな配信者見ようとか、そういう風にやるべきだよね。おい、ワド、もう眉毛剃るなよ、つって。そうそうそう。笑える話、そうそう、ハッピーになるのは伝わるから、文脈でも。文脈とか普段との関わり方だよね。だから俺はむやみにアンチコメ打ってるわけじゃなくて、この人は普段こういうコメント打ってるから、これはアンチコメントじゃないっていうのは判断してるよ。おー、もろさん、花火ありがとう。普段のやり取りの中で、例えばカズが何言っても、おい眉毛剃るなよとか、おい詐欺師って、カズがいくら言っても俺はカズのことブロック入れない自信があるの。それは俺はカズと何回も会ってるし、そのカズがずっとニコ生時代から応援してたもう子さんのリスナーだっていう認識があるからでしょ。それを勘違いするなよってことよ。眉毛伸びたら剃ってやるわとか、そう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 、そうだから、そのなんつうの、絡み方間違える人っていうのはプライベートでも間違えるのよ。でしょ。で、その配信者なんだからっていう言い訳をしてるけど関係ないよ。配信者だって人間、人間同士のお付き合いなんだから。人数が増えたからお前にも責任あるんだよ。そんなことはない、じゃあ有名人にだったら何言ってもいいのかっつったら絶対間違ってるもん。いや、カズをブロック入れることはないよ。おい、花火ありがとう、カズ。そりゃそうだよ。配信者にとっていじられたら正直美味しいよな。いじられるのは大事大事。ただ、いじるといじめは何が違うかって言ったら信頼関係なんだよ。例えば、出川哲朗がすごいのっていうのは信頼関係を築いてるから、何やっても笑顔なわけ。出川、熱いよ、熱いよ、とか、押すなよ、押すなよって。信頼関係なくてやったらただのいじめでしょ？学校でいきなり熱湯風呂につけたりとかさ、学生が真似してさ、いじめられっ子にさ、おい水飲めよっつってバーって頭水道水バーってやったらいじめでしょ。でも信頼関係がいたら笑い取れると思うよ、そこで。だからその下手に真似するなって、あれはプロがやってるのよ。プロがやって、プロが信頼関係があるからなの。それは配信者もそうだよ。例えば付き合いない配信でいくらディスってもただの悪口なの。それはディスじゃないの。だけど、だから鮫島さんにどんだけディスられても俺はいじめじゃないと思ってるのよ。あれはか、なんつうの、いじりでしょ。そう。だけど鮫島さんの真似をしてやられても俺は困るの、鮫島リスナーに。鮫島リスナーは鮫島リスナーで、
俺のリスナーじゃないから。そう、サメさんがいくらやってるからっつっても俺もやっていいんだっていうのは間違ってるよ。俺はサメ島さんにいくらいじられてもサメ島さんの文句言わないでしょ。そこが違いなのよ。俺らだって金もらってるじゃん。だからそこは難しいところだよ、いじめといじりの違いっていうのは。だから石川紀之さんが何やってもそれはこれはいじりだなっていう。でいじめだなってなると炎上するわけじゃん、やっぱり森ドンの時みたいに一線越えちゃうと。それは普通のことだよ。あ、次降りて、次の、うん。だからやっぱりさ、そのいくらリスナーと配信者だからっつってもさ、あの配信者はリスナーさんのことを選ぶことはできないのよね。学校で水かけてもらえるなら歓迎する。へえ、なんで？すごいな。うん、俺はそのなんつうんだろう、俺らはさ、リスナーさん、どんなリスナーが欲しいとか選べないから、やっぱり見てもらってね、こう見ていただいてありがたいっていうところからスタートするわけだからさ、うん、考えてる考えてる、プロプロプロ。だからそれもリスナーは分かるわけじゃん、あ、この人プロだなって。あ、睡眠大丈夫っすよ、おもろさん。僕は睡眠しっかりとる方なんで、だいたいね20時間ぐらい遊んで12時間寝るっていうのが僕のサイクルですね。1日半で普通の人の1日のサイクルなんですよ。12時間寝るけど20時間起きるっていう。だからね、あの人よりもね、いつも起きてるねって言われたり、昨日何やってたって極端なの。いや寝てただけだよって。水かけられて金もらえるなら歓迎。いや違う違う、なんでそれ暇人の通話、それ全然違うよ。水かけられて金もらえるじゃないんだよ。水かけられて面白いことできるからお金もらえるのよ。ただ水かけられてるわけじゃないから、それは短絡的すぎるでしょ。それだったらみんなもらうでしょ。水かけて面白いかどうかなのよ。だから芸人さんが出川に水かけるのは出川が面白いからじゃん。つまらないアイドルとかに水かけても面白くないよ。頭痛くなんないね、俺は。ならない。ワトさんのこと本当は好きでしょって聞いたら、好きじゃねえよってニヤニヤしながら、こいつは本当は好きだなって思った。いや、あのね、配信者覚えておいた方がいいけど、本当に嫌いな人は名前出さない。あの別に嫌いなのは嫌いなんだろうけど、あの俺はサメ島さん、俺はほらストレートだから、好きな人は好き、嫌いな人は嫌いっていうタイプなのよ。俺ははっきり言うの、そこに嘘はないんだよ。でもなんだろう、別に好きって言わなくてもいいんだよ。本当に嫌いだったら名前出さないよ。でしょ、だって有名人なんだもん。サメ島さんってもうブランドなんだよ。自分の放送に和道って宣伝して何のメリットがあるの？ないよね、ないよね。つまりそれは話題に嫌いだとしても話題に出す価値があるって判断なのよ。そういうことね。それが難しいところなのよ。本当に嫌いな人は本当に名前出さないよ、配信者って。むしろ名前書かれただけでブロックするもん俺。どっち？どっちでもいいよ。あ、左か、左だ、ごめんね。うん、だったら好きって言うべきだよね。うん、俺よりも格下なんだからさ、本人は自覚あるわけじゃん。でやってきたキャリアが違うわけよ、ミュウツーと俺では。それはリスナーも分かってるわけじゃん。それは普通に、いや好きだから普通にコラボしたいって言えばさ、あ、じゃあ飯食い雑談とかカラオケ雑談とかやるかとか、いろんな企画が発展するのに、あいつは何リア突して何俺に喧嘩売るっつってるけど、もう幅が狭くなってるだけじゃんね。ずーっと俺の放送を見て何がしたいのか全然分かんないよ。自分の配信者としての寿命を縮めてると思ってるから、あ、いいんじゃない。だから売名するのは簡単だし、閲覧増やすのなんて難しくない。左かな、左、そんなに難しくないだけど、閲覧増やすのは簡単なんだけど、それを維持するとかファンに変えるっていうのは本当に腕がないと無理よ。雨降ってんだね。左左、ガキがいいじゃん、いきなり。それがまだ分かんないんだよ、キャリアの中で。
久々来たな超懐かしいんだけど うわなんかドキドキするわ4年ぶりぐらいだよ。あ、ドキドキしてきた。うわなんか泣きそう。うわこんなところに住んでたんだよ俺この辺も地元、もうその原付で走る距離よ、この辺は。いや今地元にいいんだよね。うわすげえ。何もないでしょ。山だいや山はないの、これ森なの、全部丘なの、平地だから。うわー懐かしい。みんな見る？俺の地元こんな感じだよ。何にもないでしょ、何にもないでしょ、山でしょ。成田ってさ、ネームバリューがすごいから、すごい有名だからさ、なんか都会だと思ってる人いるんだよ。成田空港とか芸能人とかいるんでしょって。成田成田、こんなところだよ。これ国道なのよ、一番でかい。山しかないでしょ。千葉千葉、地元。風良かったのに何にもないでしょ。みんな和道さんの録音した空港があるから都会だと思ってたでしょ。しかもね、空港市街地から離れてるところなのよ。だから成田空港ってなんだろう、その新宿から羽田ぐらい離れてる。こんなに田舎なんだよ。だってそこにコンビニあるんだよ。そこの左の方にコンビニあるんだけど、そこのコンビニイノシシいるんだよ、ペットで。見るそこのコンビニが出てくるんだけど、もうちょっとで左の方にね。何にもないでしょ、車屋とかばっかりだもん。そこのコンビニがそのあれだよ、なんつうの、イノシシがペットなんだよ。いやいや、もう本当に田舎だよ成田って。だからその空がすごい開けてるから東京住みづらいっていうのよ、わかるでしょ。ナーボーとかもこの辺だよ。 TMT 電波復活したら手挙げてください。電波ありますか、電波ありますか。あれ間違えたかも、後ろだったかも俺が行きたかったの。っていうか距離感がおかしいな、やっぱまっすぐしばらく行って。ちょっと東京国際空港って呼ぶのよね、成田のこと。あのね、あの国際線、要はうん、まあまあ、あの東京ディズニーランドと一緒だよそれをでも決めてるのは、あの千葉県の人じゃなくて、まあ、しょうがないのそれは。 あ見えてる、大丈夫、何にもないでしょ。これが地元ですよ僕の。うわー懐かしい、よくここら辺走ったなバイクで。うわ夏、何にもないでしょ夏、うわうわうわ懐かしい。ここ左に行くと印西行けるんだよ。うわ超夏い、何年ぶりだろう。田舎でしょ、住みやすいよ、超住みやすいよ。だからその上野まで行くのに1時間ぐらい、電車で片道一本で。千葉県でかいね。だけどあのすごい住みやすくて有名だよ。なんだかわかんない工場とかね、なんだかわかんない工場、これ何なんだろう。だから車屋ばっかりだよね成田は。まだ成田じゃないんだけど、まあ成田に入る、これからで。左にあの24時間のあの左側に車線に入ってもらいたい。もうそろそろ見えてくると思う。あれやってない、あれテクテクいらっしゃい。リスナーの乃木編とか地元のことからね。和道くん若い時かっこよかったですか。まあ今の方がかっこいいかなThW さんいらっしゃい。かっこいいわけないじゃん。
懐かしいわ。なんかでもリスナーさんに聞くと若い女の子のいたの 2,3 年前に。さあ和道さんはシティボーイとか言ってんの、うん、こんなカッペじゃん田舎の、まあ、どうしてシティボーイなの。いや新宿に住んでるからとか。やってないの。そこ行きたかったんだよ。やってない。24時間営業って書いてあるよね。やってないじゃん。ちょ入ってそこ左左この店に行き、あ、やってるか。あれ変わった。あ、やってるやってる。ここに来たかったの。スーパーファミコンがどうのこうの言ってるでしょ俺。あれここだよな。あったあった。いや建物変わってる、改装してる。ここね、あのすごい有名なファミコンとかが何百種類ってあるの。ここ変わった作りが。ちょっと俺じゃあ買い物、こんなだったっけ。全然変わってるんだけど。狭くなってるんだけど。どういうこと。ちょっと戸惑ってるわ。ちょっと買い物してくるわ。また後で。お疲れ様です。ちょっと買い物してきます。お疲れ様。みんなおつー。ちょっと買い物してきます。また後で。お疲れ様。どうも。2017年9月1日5時36分でございます。おはようございます。左ずっとまっすぐ、うん、腹減った。減ってない。夏だね。今日天気悪っ。空広いね。おはようイリコさん。ドライブデート中です。トラックが多いんだよ。気をつけてね、こいつらバカだから飛ばすから。51号荒れてるから。ルート51、うん、道もガチャガチャだし。おはよう富三郎さん。おはよう。そこのそこにイノシシ飼ってたんだよな。あ、まっすぐ後ろだったかな、もうちょい。多分昔ここだったような気がするんだけど、ちょっと変わってるな。ここじゃないや。もうこの辺は射程圏内だ。それでも9キロあるんだよ原付で移動距離なの。アメリカの笑ったんだけど俺。夏の終わりだなって感じだよ。バカだよね。テルチャンピンもリナネコも見てたもんね。いやーまあやっぱ先輩のやっぱ憧れの金梅さんをみんな真似したくなるんでしょ。やっぱ本家には勝てないけどね、アメリカの笑ったよ本当に。どうにかしろって。お前らがどうにかしろよ。なんで俺がどうにかしないといけないんだ全く関係ねえわ俺。うわー、なんか街並み変わったんだか変わってねえんだか。田舎だな。オリジナリティがないっつうかさ、もう配信の歴史10年あってさ、やり尽くされた感あるじゃん。もう新しいネタなんか無理でしょ。無理よ新しいネタを作れるやつは。最近で新しかった配信って何？なんかある？バールから止まってるよね。バールとマッチポンプ、あのマッチオイル事件あそこからもうね。いやー、伝説は起こってないね。ドローン少年、
あと何があるかね。デートズがプラプラしてて今あ地元にいるあまりの田舎さ加減に俺笑うわ。俺こんなところ住んでたんだな。笑わないこの何もなさ。これ国道ですよね。え笑うっしょみんな。これ俺の地元。やってない。やってないからね。ガソリンスタンドもやってない。うん、いや。焼肉あるバーミヤンもあるよ。安楽亭行ったことないな。バーミヤンはあそこでよく食った。うん。うん、24じゃないと思うんだよ。そこのラーメン屋ガツリってあるでしょ、うん。そこはよく食ったね夜中。懐かしいな。もうね朝デートはねとにかくプラプラしてる気持ち。あ ET がいる。 ET がいる。何屋さんだろう。こんなところにここやってる。やってないよね。ここはよく食ったガッツリ。ゆずなん魚介系豚骨なんだけどゆずが添えてある。あもつ煮ラーメン。あそこ行ったことないな。あんなんあったっけ。もつ煮あるね。多分あれは俺知らないな。平和でしょ。成田だよ成田。みんな成田を都会だと思ってるでしょ。これが成田だから正確に言うとまだ成田入ってないんだけど、もう地元完全にもうこの辺で遊んでた俺らは。もう雑草の生い茂り方半端じゃないでしょ、うん、おはよう。すごいよね千葉の成田ですよ僕は。やばいね空が広いし。だから旅行に来た感覚だもんちょっと森ジャングル。ジャングルだよね。畑遭難しそう。えちょっとさあの泊まり行くところまでさぐるぐるちょっと回ってもいい。なんか地元が今どうなってんのか知りたいの。4年ぶりぐらいだからちょっと興奮してるよ。あー引っ越すんだ。九十九里とはまたちょっと違うね。ちびっこ天国。あったあった。ここやばい。ちびっこ天国マジやばいから。これ超でかいプールなんだけど、あのマジでその死んじゃってんの何人も。だから2年間閉鎖2年間やる2年間閉鎖って毎2年おきに人が死ぬの。ガチ天国。ガチでやばいの本当に。もう心霊スポット化しちゃってんの。あの俺もよく話すんだけどそれ不可視だろって言われてるけど、ニュースの新聞とかバンバンソースが出てきちゃって、その裏話とかも全部してて。うわ夏。東京学館でこれノコってわかる。あの新生かまってちゃんってバンドの金梅さん、それが東京学館で今この辺の学校よノコ。どっかに埴輪立ってる。埴輪道は空港の通りのこと。なんて言ったっけな。成田の隣っていうかもうあそこに住んでるやつはみんな成田って言うんだけど、埴輪道はなんつったっけな。あるよ埴輪道は。なんだっけ。ごめん出てこねえわ名前が。成田の隣空港の方、空港に行く道に埴輪道っていうのがあるんだけど、ちょっと離れてるかな。空港の方だね。やばいでしょ成田。みんな埴輪多すぎるよね道路に超怖いの埴輪がいっぱいあんの。至る所に埴輪があんの。うわここのセブンナッツ。うわ懐かしい。本当に森しかねえな。やばいっしょみんなこれ。入ってみたいかい。いや入ってみたいって俺もう全然わかるよ。友達の家とかあるもん。誰々くんの家とかその辺にあるんだよ。うわ夏。っていうかまあ畑しかないけど。田んぼがある。田んぼ。田んぼつか畑じゃないのかな。田んぼなのかな。うわ夏。こんな緑多いんだね。やばやばいでしょみんなこれ。うん。横芝だ横芝だ。ヒロポンありがとう。おはよう。おはようございます。埴輪道の方はあんま行かないかな。
わ地元だわ。ここなんだろう、ゴルフ場かな。楽しそうっていうか、なんかもうドキドキするよね。なんか、なん、え？打ちっぱなしゴルフかな。なんかもう懐かしい。でもこっからはあれだよ、もう家5分だよ。家5分だよ、本当に。花火待ちですね、はい。花火よろしくお願いします。うわ、夏、え、ちょっとさ、あっち行ってこっち行ってやっていい？のんちゃん。懐かしい。思い出してきた、思い出してきた。じゃあ、ここまっすぐでいいや、とりあえず。こっからだから成田市に入んのよ。朝帰ってきたでしょ？こっから成田。で、ドンキホーテがあんのよ。そこに。そこに。まあ、左行っていいや。もう、ここは家、裏。そこ。うわ、パチンコ屋でかくなってる。え、こんなでかくなってんの今。ここで働いてたことあるよ。バックレたけど。うわ、こんな綺麗になってんだ。ミニクーパーとかできてる。はま寿司ここうまいんだよ。ここうまいよ。で、ここはトイザラス。もう家、もう5分もかかんない。すぐそこ。え、何にもない。え、何これ。あ、まあいいや。うわ、何にもなくなってる。何だったっけ、ここ。え、ここ何だったっけ。おい、ペアはどっつ。よくね、そのトイザラスね、万引きして。ね、いけないんだ。うん、いけない。そう、エロ本万引きしてた。教会。え、ここ何だったっけ。え、さら地になってる。え、何だったっけ、ここ。あ、左小学校だから左行こう。うん、母校行こう。で、山岡屋は24でここしかやってないの、成田。だから飲んだ日はここにたまるんですよ、みんな。もう俺のもう家歩いて5分ぐらいのところ、ここで。そこのジュピターっていう弁当があるんだけど、そこ280円で唐揚げ弁当あるの。うわ、超懐い。ここ俺の母校だよ、これ。これ俺の母校だよ。かわいいでしょ。これ俺の母校。うん、これ俺の母校ですよ、皆さん。かわいいでしょ。校庭広っ。同級生とかあんじゃないの、これ。で、どこ行こうか。左、成田のドンキンとこ。そう。おはよう、コンペイトーさん。めっちゃ夏いわ。中学校行く？俺の中学見たい？うん、じゃあ行こう。右、ここ。これが駅前。うわ、夏。洋歌堂あるよ。洋歌堂あるよ。バカにしてんの？うわ、夏。いや、でかいよ。ここ江頭2時50分来たんだから。江頭ちゃんが営業地方回りで来たんだ。うん、うわぁ、夏。岩エルムって呼んでたけどね。洋華堂つうか、岩エルムっていうの、これ。うわ、夏。4年ぶり？駐車場が半端ない。だから、どこも駐車場無料だからさ。うん、東京のなんか、その駐車場に金払う感覚が分かんない。友達の家移った。え、こきたん、俺地元成田だよ。京成だね、これは。京成神津の森っていう駅で、俺が引っ越してきた時はこう全部森だったの。全部森。ほんでさっきの風景みたいな感じで、で、都市開発やってこんだけ住宅街になったのよ。ここは住みやすいよ。これが駅だね。で、ちょっとその、駅おしゃれ100選とかあるじゃん。そういうの選ばれる駅なんだけど。左側に駅映るよ。あれが駅。あれ。かわいいでしょ？これ駅ね。ピラミッドみたいな。なんか、またできてるな、ビルが。あれ駅。うわ、夏。
ギャルの寮あったっけな。友達成田なんだ。ドンキの真ん前。友達いくつだったら絶対俺と同じ小学校とかのはずなんだけど。友達いくつ？コキンタン。うわ夏、めちゃくちゃ懐かしい。ここアルペンあったんだよ昔。あ、じゃあそのゴルフのところがアルペンだったんだ。めちゃめちゃ夏いな。うーわー懐かしい。変わってねえなあんまり。4年じゃそんな変わんねえか。で交差点を左で31。じゃあ絶対俺32だから1個下だから絶対小学校も同じで中学校も一緒だわ。多分名前言ったら俺名前わかるわ。でそこの快活あるじゃん。そこでバイトやってた。バックレたけど。バックレた。そう、あとさっきの駅前のガソリンスタンドもバックレた。うわ夏。あとステーキハウスももは友達がやってんだったっけな。夏。思い出探しだね完全に。いろいろ思い出すわ。え、この先何があったっけな。こう左行くとカラオケはここだったんだよ。もうスダックス定番だったんだよね。だけどいろいろできてきてあんまり行かなくなった。昔のここ栄えてる。え、この道栄えてる。そうだね、ここは栄えてるね。あ、ケンタッキー懐かしい。まだあるんだ。ああ、おはよう、まるさん。何にもねえな。相変わらず何も。そこが中学校。そこ中学だわ。岡一個下でしょ ?31 だったら。岡、あ、わかんねえな。男、わかんねえな。なんでコメント消すんだよ。うん、そんな本名ね、さらされてもね。岡くんかわいそうでしょ。うん、そこが中学。この右が男。綺麗だね。綺麗でしょ。これが正門だったんだけど裏門に変わったんだよね。うわ懐かしい。夢あんだ。母校だわ。岡わかんねえな。でもまあ一個し、あ、わかったかも。わかったかもしんない。うん、でボンベルダってスーパーがあるの、ここに。あれイオンに変わってる。ここのクロワッサンめっちゃうまい。ここのクロワッサン、ここ右行こうか。うわ夏、懐かしい。何にもねえな。果てしない。果てしないでしょ。うわ、公園だ。公園だ。あ、ここでバイクでよくこん中原付走ってて警官に追い回されたわ。で、ここ図書館の。ここはかしこが来る。かしこ。かしこが勉強しに来る。これ図書館。うわ懐かしい。地元ドライブだね。人がいねえ。人がいねえわ。地方本当にイオンだらけになってるね。あ、イオンショッピングモールセンターちょっと見てもいい？うん、ごめんね、ぐるぐるさせちゃって。もうすぐ終わるから、小さい町だから。うわ夏、イオンだらけだな。うわ、友達の家の前通るかな。まだあんのかな。うわ地元だわ。マンションいっぱいあるね。この辺は比較的新しく建ってた方だね。駅前のその高級住宅街じゃん。
辺はわりかし高いと思うよ。夏チバリーヒルズじゃないの？チバリーヒルズはまた別のところだね、うん、別の方。成田はそんな高くないもん。中古でね、俺の家、俺の実家が2000万だか3000万だかとかそのくらいだよ。土地付きで？もちろん。土地いくらかな？土地70坪ぐらい。まあ新築でも奥かかんないよね。5000万とかで3、2、3、さっき取ったところだと3、4000万で建てられると思うよ。でここは球技場とかその大会とかやるところね、野球とか。夏中央公園ね、でけえな。綺麗だね。うん、でけえな、無駄にでけえな。で今から行くのが駅前なんだけど、駅どうやって渡るんだったっけな、渡り方が分かんねえな。どうやってやるっけ。おはよう、すみれちゃん、おはよう。まっすぐ行けばいい。まっすぐとりあえず行こうか、うん、で左に曲がるんだよな。あ、いや、あの信号左で。多分ね、俺の覚えてる限りだと向こう側に行けないんだよ、なぜか駅なのに。だからね、ここ左に曲がって裏道使うか。もしかしたら道変わってるかもしんないけど。おい、マクイーン、おはよう。うわー、懐かしい。ここ友達が店長やってたね。で次そこを右、これね、踏切越えられる裏道があったはずなんだよ確か。成田はね、地元の駅前の土地全部あの不動産屋が買い取ってて、で無駄に多分びっくりするの、成田のこんな田舎の駅前の家賃50万とか取んの、普通の店とかに。だからもう全然栄えなくて有名な。北条さんいらっしゃい。赤ビルのオーナー、赤ビルっていうのがあるんだけど、そうだからね、店やりづらいんだよ。ここまっすぐね、飛び出してくっから気をつけてね。あ、でも俺新宿来て正解だったかもしんねえなここでは大手になれないねネタがないもんね。あー、トンネルできてる。あ、よかったよかった。いや、通過できたね。ここでなんか面白いことやれっつっても無理だよね。ここ一回食いに来たことあるな。ちょっと高いんだよね、中華料理。トンチンカン。美味しいんだよね。で、ここ右かな？右行かれない。右行かれない？で、左だ。ここ参道って言って、成田山ってわかる？わかる。簡単に言うと、成田山行こうよ。成田山行かない？いいよ。初詣あるな、日本3位に入ってるよ。あのどこだっけ、川崎大使と成田山と、あ、これ参拝の道路、これ正月だから歩けないよ、3時間待ちぐらい。成田山参拝する。参拝するか。じゃあそこの坂を右、左だったかな、駐車場左行ってみようか。成田さんは右なんだけど、左行ってみっか。あ、そうだ、男女で行っちゃダメなんだ。そうだ、やめとこうか。お別れるで有名な成田さんって女の神様だから、弁天様なの。そう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 、だからそうだ、ありがとう、教えてくれてありがとう。そうだ、成田さんはカップルで行っちゃダメなんだ、縁切りだ。ここ右。生まれて初めて一人暮らししたのがその辺なの。
明治神宮川崎大師成田さんか、日本三大初詣。そうだ、思い出したわ。成田さんの交通安全有名なんだけど、絶対買わない方がいいよ、みんな事故ってるから地元ではね、有名な話で、地元の人は絶対成田さんの交通安全絶対買わない、バカ売れしてるんだけど、事故るやつみんな、あってなるの、やっぱり成田さんのお守りが。はい、窓通。成田さんすごくいいけどね、縁起悪いの嫌でしょ。行きたい、やだ、オッケー。普通にいいんだよ、公園みたいになってて、滝とか川とか流れてて。あ、でもさ、うん、縁切りだから、縁切られちゃうからね。そう、ここでよく座禅させてもらってた、うん、結構でかいんだよ。はい、わざつで、イオンショッピングモールセンターに着くから。で、ここに当時だよ、もう十何年前だから20年ぐらい前の2チャンネルで成田スレッドで有名だったクロちゃんっていうキチガイがいた、ここに。でクロちゃんはもう死んじゃったんだけど、こういう家のところで、狭いじゃんここで、そこになんか家の前にビール瓶を積み上げてるのよ。でずっとビール飲んでて、その家の庭とかが見えるんだけど、全部ビールの缶の山なのね。で女子高生に卑猥なことをずっと言い続けるの、通学中のおまんことか言ったりとか、なんかもうとにかく有名なの、クロちゃんは、うん、遠出しなよ。遠出って何、結構遠くまで来たよ。で成田はうなぎ有名ね。そう、印旛沼っていうのがあるんだけど、近くにあのうなぎが昔取れたんだって。うなぎうまいよ、成田は。明日食べる、明日つうかうなぎ、うん今月は節約だとか言ってて、全然節約考えてないっていう。節約しよう、じゃあやっぱり、うん、俺が住んでたのね、多分そこ、そこら辺の裏ら辺、この辺のアパートだよ。あ、もうないけど。ポンコツ製っていいね、ラーメン屋ポンコツ製。ここ右かな、そうすると超でかいショッピングモールがある。うわ懐かしいな、ちょっと感動するわ。うわ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 イオンだわ、こんな感じでかいよね、やっぱ田舎だから。めっちゃ夏いな。あ、なんかピーまっすぐになってるけど。まっすぐでもいいよ、別に。どうでもいいけど、まっすぐ行く？うん。どうでもいい。あ、でもそっちでもいいのか。うん。曲がろうかじゃ。うん。はい、タンタンいらっしゃい。眉毛生えてきたな。夏。映画館もあるし、ヒューマックスも。これが成田だよ、のんちゃん。やばいでしょ。で、そこの、あ、なくなってる。そこにね、お好み焼き屋あったんだけど、そこでバイトやっててバックレた。今入んなかったけどいいの？何が？イオン。イオン？入らなくていいよ。やってないもん。なんか知んないけど、六本木ハードロックカフェあるじゃん。うん、2号店がここなんだよ。なんでこんな街でハードロックカフェなのって思うでしょ。なんなんだろうっていう。こんなところにやっても誰も来ないよって。ラーメン山岡屋懐かしいな。山岡屋食う？山岡屋しかやってないんだよね。というか食うラーメン。え、今はまだ食べない。食べない？でももう何もないよ、うん、腹減ったな。で、ここのパチンコ屋で働いてたの、うん、で、ここもバックレた、うん、なんだってね、成田だけで60個アルバイトやってバックレるぐらいだから。山岡屋うまいか、あんま好きじゃない。ここが大正軒、うん、夏。うわー、こんなんなかったわ。コロンビア、コロンビリーステーキ、GU ができてる。あ、びっくりドンキ。
クリドンキ行く？俺腹減ったんだよ、ちょっとホテルで食うか、うん、なんかあるよね、多分、うんうん、まんまパスタだ。山岡屋好きなんだ。ブロンコビリーっていうの、ミナちゃんいらっしゃい。ブロンコビリーはあれだね、チェーン店。チェーン店、なんか回りてえな。もうでもないんだよね、何も。じゃあここ左、あ、左っていうか、うん、あのここ曲がんないよ、車線変更ね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ちょっとホテルに行きます。お疲れ。もしかしたら後でホテルから配信するかも。みんなありがとう。お疲れ。うわー、夏こんな感じよ。みんなやばくない？お疲れ。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。